全国公立短期大学協会は、日本国内の公立短期大学と公立専門職短期大学を会員とする任意団体。略称は、公短協。現在の会長は、2020年5月29日より、岐阜市立女子短期大学長の杉山博之が務めている。公短協の行う事業は、快速第一章第5条で定められている。事業内容は、以下の通り。公短協の主な刊行物は、以下の通り。篠宮恭次山根邦夫田中静雄三沢房太郎鏡、虎尾有山兼高林周内田城吉八須、進西川達夫田江義清那須武志佐々木、哲郎山田一郎沢田勉成小野賢治斎藤修、明鶴見直弘上条博之上野達彦遠藤、慶子難波正義東福寺、一郎鈴木道子杉山博之。ありがとうございます。